慈悲なき刑事、その言葉が元老院の起こした事件に関わると考えたチップは、側近であるアンサーに調査を命じた。ああ、その書式は5番保管室だ。扉を背にして右側の棚を見てみろ。下から数えて6番目の段、右から23冊目、書式雛形3巻を取り出し、68ページの3行目から27行目、そうだ、それぞれ1通を保管するまでを書き写せ。すまん、キャッチン入った、切るぞ。あ、3部作っておけよ。アンサーだ。何？そうだ、あの土地の返却には御神道以内に公爵以上の爵位を持つ者がいることを証明する必要がある。家系図を見てみろ。お前のじいさんの弟夫婦の間にダーサイという長男がいる。どういうわけか彼がデュークだ。てかお前が知っとけ。キャッチだ。ああ、しょぼいか。バターチキンがうまくならない？レシピは。うんうん。あ、おい、カルダモンとクミンが抜けてるじゃないか。そうだ、適量だ。いや、味は保証できない。キャッチ。ひより、2、3日空ける。パスポートを手配してくれ。え、なんで？皆まで言うな。確かに我が東チップ王国のパスポートでは相手国の法務認可がいる。だがそんな時間はない。偽造しろ。だからなんでだよ。国境を飛び越えろとでも？誰かに目撃されてみろ。私の面は割れている。いや、だから偽造パスポートでも面が割れてたら意味ないじゃん。うん？ああ、確かに。この国の偉いやつはバカばっかがよ。こんなことなら七変化をマスターしておけばよかった。しかし、慈悲なき刑事か。なぜあの言葉をお頭が知っている。いや、まずは正攻法だ。元老院の足取りを追うべきだな。おかけになった ID は現在法力濃度の低い場所におられるか。何度教えてもマナーモードの存在を覚えないな。とはいえ、こっちもノルウェー組んだりまで出向いて紙切れ数枚の収穫だ。観光でもしておけば元は取れたが。どうだった？裏が取れた程度だ。元老院は慈悲なき刑事ってやつとグルだったってことか。イリュリアの西王が言ってたぜ。やっぱりお頭の勘当たってね。当たりすぎてもう魔術の類じゃないかと疑う。しかし、ハルデン城塞に元老院の手記があった。見つけてほしいと言わんばかりに無造作にな。断片的な内容だったが、まるで懺悔だ。懺悔？やりたくなくてもやる必要があったってことか。少なくとも元老院に何かしらの思想があったのは確かだ。だとしたら、意思のない慈悲なき刑事とどうやって協力関係を築いたのか。謎解きは専門分野じゃないな。で、これからどうする？最後に寄っておきたいところがある。気になる内容があってな。イリュリア政府？コロニーに何の用だ？コロニー住人の治療は誰が引き継ぐのか。この元老院の手記の内容と関係があるのか。この木は龍脈。見事だ。軌道に浅い私にも霊力が伝わってくる。ここで何してる？政府の連中といい、揃いも揃って人んちの庭踏み荒らしやがる。ここに来たのは成り行き。私は慈悲なき刑事という言葉を追ってきただけです。どうでもいい。ここは俺たちの聖域なんだ。
さっさと消えな。それは失礼しました。しかしそのような排他的な物腰こそ神聖な地にふさわしくないのでは。よそもんに言われたかないね。だいたいコロニーの連中を腫れ物扱いしてきたのは政府の方だよ。どちらが先かは問題ではありません。戦争に関係する何かがあるからコロニーに人が集まっている。彼らに協力するべきです。知ったことかよ。ここに居座るつもりなら誰であろうと叩き。少しは一歩下がって物事を見てはいかがですか。戦争の最中だというのに噛みつく相手を間違えている。しきたりってもんがあるんだよ。よそもんにはわからないだろうけどな。しきたりを重んじる心は尊い。しかしどんなしきたりにも始まりの時はある。それを新たに作ってもいいのでは。何が言いたい。力とは人を引きつけるばかりで退ける術を持ちません。善も悪も選ばない。ここが戦場になるってことか。そうならないことを祈ります。力は。やれやれ、結局大した戦利品はなし。手ぶらで帰るのは気が重いな。めっちゃ綺麗な花火スポット発見。これで行くか。